キットカーソン、キットカーソン、キットカーソン、1809年12月24日から1868年5月23日、本名クリストファー・ヒューストン・カーソン、クリストファー・ヒューストン・カーソンは、アメリカ合衆国西部の開拓者としてられる。ケンタッキー州マディソン郡のリッチモンド近くで生まれ、ミズーリ州、フランクリンで幼少時を過ごす。15歳の時に、 蔵職人の見習い校として当時メキシコ用だったニューメキシコ州に移住し、そこで公益者とマウンテンマン、罠漁師として独立した。アメリカ合衆国南西部で過ごす間、ガイド、偵察役、インディアンの代理人、羊飼い、農家、牧場主、軍人、後に順将まで昇進としても活躍した。太平洋までの西部公益路を地図にしたジョンシー。 フレモント探検隊のガイドをして、カーソンの評判は上がった。フレモントによると、カーソンは中勢で、肩幅が広く、胸板が厚く、はっきりした青い目で親しげに話し、慎み深く物静かだったという。罠漁師としてのキャリアの後には、ベント取りで、ゲンコロラド州で漁師になった。その後ジョンシー・フレモントに再会し、1842年、 1843年、1845年の3つの遠征のガイドをした。その間にカーソンはニューメキシコ州のダオスに再び入植した。アントニオ・ホセ・マルティネス神父の導きを受けて、1842年にカトリック教会の洗礼を受けた。1843年2月6日、彼が34歳の時、3人目の妻として、 タオスの名家の出身で14歳のホセフ・ァハラミーヨ、ホセフ・アハーミと結婚した。二人は八名の子供たちを育て、その子孫は現在もコロラド州のアーカンザス川流域に居住している。カーソンはスペイン語やインディアンの言語に非常に堪能であった。カーソンは数々の戦争に従軍し、順勝にまで名誉侵入した。1846年に 米国戦争が始まると、ジョンシー・フレモントの下で、カリフォルニアのメキシコ人と戦った。フレモントによる間接的な命令で、カーソンは、ポイントサンパブロにおいて、賛否両論のある三名のカリフォルニア人市民の殺害において主導的な役割を務めた。カーソンはまた、スティーブン・ W ・カーニー将軍と少数のアメリカ人、部隊包囲されたサンパスカルの戦いにおいても、先行を立てた。 彼とエドワード・ビール注イとカズトノは、音を立てないように水筒を捨て、ブーツも脱いだ裸足になって、サボテンと岩の間を腹ばいで25イル、約40キロメートルも進み、サンディエゴに到着し、ロバート・ストックトン海軍巡将に戦況を報告して、すぐさま救援軍を送ることができた。1861年4月に南北戦争が始まると、キットカーソンは、 ニューメキシコ北部のインディアンの連邦代理人としての役職を辞め、セランセントブラインによって組織されていたニューメキシコ願い不評に参加した。ニューメキシコ順州は公式に奴隷制を許可していたとは、いえ、ニューメキシコは地理的にも経済的にも奴隷労働は実用的ではなかったので、宗教内にはほんの一握りの奴隷しかいなかった。このため、準州政府と指導者たちは、 全員一致で合衆国軍を支援した。ニューメキシコ方面における合衆国軍の全体的な命令が正規軍の第十九歩兵団のエドワード・キャンビー大佐に下され、サンタフェのマーシートリデを本部とした。この時カーソンは志願兵の大佐であった。1862年初め、ヘンリー・ホップキンス・シブレー将軍率いるテキサスの連合国軍は、 ニューメキシコ巡州の侵略に取り掛かった。この遠征の目的は、コロラドの近郊地を征服することと、北部から南部へ価値のある資源を取り戻すことであった。1862年2月21日、リオグランデ川を上流に前進して、シブレーの軍隊は、キャンビーの北軍とバルバードで衝突した。このバルバードの戦いは連合国側の勝利で終わった。この戦いの後、 キャンビー大佐と正規軍のほとんどは東部戦線へと移動したが、カーソンと彼のニューメキシコ志願兵は引き続きインディアン問題に従事することになった。ニューメキシコ地区の新しい連邦司令官、ジェームス・ヘンリー・カールトン准将は、カーソンにナバホ族に対する遠征を率いるように命じた。略奪期は部族であるナバホ族は、リオグランデ川流域全域に点在する。 プエブロ族インディアンとヨーロッパ人の新参者を襲い、略奪行為を続けていた。カールドンの指揮のもと、カーソンは、焦土作戦を開始した。ナバホ族の家と畑を燃やし、家畜も没収するか殺すかした。彼は、ナバホ族と敵対する他のインディアン部族、主にユテ族の協力を得た。カーソンは、この同盟を喜んだが、ユテ族たちは、 ナバホ族の戦利品を押収できないことを聞かされると、早々と協力を取りやめた。ナバホ戦役では小さな小競り合いが続き、カーソンは捕らえたすべてのナバホ族を収監した。1864年1月、カーソンはキャニオンデシェイに仲間を送り、マヌエリと州長を代表とするナバホ族の最後の本拠地を襲わせた。家畜と食物を破壊され、 ナバホ族は降参するしかなかった。1864年の春、8000名のナバホ族は、ほとんど徒歩で、ニューメキシコのサムナー取リ出まで300マイルの距離を移動させられ、少なくとも200名が死んだ。これが有名な、ロングウォークオブナバホである。1868年、合衆国政府との条約を結び、残ったナバホ族たちは、 ようやく彼らの故地に戻ることを許可され、キャニオンでシ周辺を中心にしたナバホ族の故地に戻った。それが共存在するナバホ族の保留地である。しかしその地には彼らのいない間に近隣のホッピ族が住み着いてしまっており、これが現在も過根を残す両部族間の形相となっている。1864年11月、カーソンは カールトン将軍により、テキサス西部のインディアン部族との取引を命令された。カーソンと彼の騎馬部隊は、ウィリアム・ベントの建てたアドベ建築の交易所と酒の、廃墟、アドビウォールズで1500名以上のカヨア族、コマンチ族、シャイアン族の連合軍と鉢合わせた。このアドビウォールズの戦いでは、土派山、同さん率いるインディアンの豪軍が、カーソンの部隊に攻撃を仕掛けたが、カーソンは、 インディアンのキャンプとティピーを燃やして停滞損失を与えた。この数日後、ジョン・チビントン大佐は合衆国軍隊を率いてサンドクリークの虐殺を行った。チビントンは自分はカーソンを超え、すぐインディアン殺しとして有名になるだろうと豪した。カーソンはこの虐殺に激怒し、チビントンの行動を公に非難した。しかしながらサンドクリークとアドビュウオールズは どちらも1865年のコマンチ族との停戦条約、リトルロック条約の締結に一役買った。南北戦争終了後、インディアン戦役も守備よく完了し、カーソンは退役して牧場に戻り、最終的にはコロラド州、ボグスビル、ボグスビル、ゲンラスアニマス付近に落ち着いた。カーソンは動脈瘤によって59歳で亡くなり、ニューメキシコ州タオスに埋葬された。 南西部には、ネバダ州カーソンシティ、コロラド州キット、カーソン郡、ニューメキシコ州のカーソン国有林など、キットカーソンにちなんだ地名が、数多く存在する。辺境の地でや万人のインディアンと渡り合い、開拓者を助ける罠漁師としてのカーソンのキャラクターは、ジョージア・アームストロングカスターと並んで、アメリカ白人大衆の格好の英雄像となった。年代の古いものは、 多くの西部劇映画と同様に、カーソンのキャラクターをロマンチックに美化する一方で、インディアンを白人を襲う残虐な野蛮人とて描くものが多い。1950年代には、英文出版、2007年には、ハーパーコリンズが恋愛小説にカーソンを登場させている。この他、イギリスとフランスで1954年から1960年代に、 少なくとも350冊のキットカーソンを主人公とする漫画が出版されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。